これは速報リュースです。これは900リュースです。今日は日本時間8月28日です。KQ 本線公式サイトによりますと、2023年8月28日9時3分更新、運行情報表示が浦和駅、杉田駅間での進行事故の影響で、全線の上下線のタイヤが大幅な乱れ、次の路線にて振り替え輸送実施中です。 JR 線、東急線、相鉄線、横浜市、H 下鉄線、臨海線、東急モノレール、東営地下鉄線、浅草線、横浜市サイドライン、ついた KQ 線、運行情報公式によりますと、事故時間は6時48分頃です。